いつもご視聴ありがとうございます。ローディー青野でございます。ウエストウッド筑波店さんにやってまいりました。納車したばっかりだということなんですけど、なんで来たかというと、実はね R25 カスタムしました。ただのカスタムじゃないんですよ。総額ね10万円のカスタムパーツを付けちゃいました。今回ねワイズギアの純正ねオプションパーツを中心にパーツ代総額ね10万円分取り付けました。このね R25 買ったばっかりなんですよ。いきなりねパーツ代総額10万円ね、10万円ですからね、を付けたかというと、実はねこんなことがありました。あのねちょっとね坂道で R25 ね停車したんですよ。そしたらスタンドがねちょっとねきっちりはまってなくて、なんとね倒れました、ね、ギリギリねちょっと間に合ったんですけど、その時に、ちょっとねミラーがね傷ついたり、プロテクターがねおかしくなったり、クラッチのバーもおかしくなりました。なのでもともとカスタムしようと思ったんですよ。いろんなパーツつけて自分が思う R25 のカスタムのね姿原型はそのまんまで、ちょっと快適にしたいなと思ってたんで、それはもう一気にウエストウッドさんにお願いしてパーツね一式取り寄せてもらって、すぐね綺麗にねしていただいてカスタムしていただきました。総額10万円ですからね、やらしい話、金に物を言いますね。一気にやっちゃいましたと。これちょっと、ね、一つずつ見ていきますんで、皆さんね、このね、R25 ね、変わったでしょ？多分ね、納車した時のね、画像がね、出てるかと思うんですけど、全然見た目変わりましたよ。色のね、比率も変わったし、ちょっとね、やっぱね、総額10万円ね。10万円ね。やっぱやるとね、全然違う。俺やっぱ思ったんですよ。やっぱね、バイク愛は必要。でもやっぱりね、お金も必要。やっぱね、お金があると、いろんなことができるんだと。はい。まずね、このミラーね、このミラーはね、純正です。純正でね、8900円。これはね、ちょっとね、ミラー傷ついたんですけど、ちょっとそのね、傷つき具合がちょっと気に食わなくて、かといって、R25 に合う、いいミラーも見当たらなかったんで、これはね、もうそのまんま、純正をつけてます。全然見にくくないしね、俺はね、すげえね、いいなと思います、このミラー。そしてね、転倒してね、カウル傷ついたかなと思って、デカールもね、傷ついてたんですけど、剥がしてみると、カウルね、全然セーフでした。ね、なのでデカールだけね、これ3300円、片側だけね、交換しました。俺ちょっとデカールってあんまり好きじゃないんですけど、やっぱりね、フルカウルには、やっぱりよく似合いますよね。はい。このバーエンド見てください。このね、ヘビーウェイトのバーエンド。これでデイトナなんですけど、5500円。左右についてます。これね、なんでこのねヘビーウェイトのねバーエンドをつけたかというと、この前ねちょっとね高速で6速8000回転で走った時に、だいたいね120ゴールドぐらいの速さだったんですよ。その時にね結構ね振動がひどくて、街乗りしてる時にはね全然振動ないんですけど R25、ちょっと高速高回転域の振動っていうのもね軽減したいなと思って、気休めだとは思うんですけど、このねでかいのつけてみました。後で乗ってみて、このでかさ、そしてねグリップここですからね、こんだけ出てます、こんだけ。これがね乗ってる時どうかっていうのを正直にお伝えしようと思います。そしてね見てくださいよ、このねシングルシートカウルね、これね18150円です。かっこいいでしょ。こうやってね引きで見た時の見え方ね、 R25 のねタンデムシートって結構ボリューミーなんですよ。ボコってなってて、あれはあれでいいんですけど、ちょっとね思い切ってねスポーティーさを出したいんで、このねシングルシートカウルに締めましたと。じゃあ、あのタンデムシートどうすんだってことなんですけど、あのタンデムシートはシェルシートバッグとかね K システムベルトっていうのがついてるんですけど、 K システムベルトつけっぱでシェルシートバッグ使う時はもうそのまんまタンデムシートをボコって付け替えると、そうじゃない時にはシングルシートカウルをつけると、こういう風にね大人だからできるね快適性効率化っていうのもこのシングルシートカウルで狙ってます。あれ乗った時も、実はねこれカスタムする前にちょっといち早くつけたんですけど、乗ってる時リュックがねタンデムシートに当たってて不快だったんですけど、これね全然当たんなくてかっこいいです。ここまでちょっとね乗ってお伝えしますね。そしてねこのねワイズギアのね、ブレーキレバーと
このねクラッチレバーを変えましたと。これね合計でね2万トンで240円です。これなんでそうこれにしたかというとね、まあ転倒してクラッチレバーが折れたからっていうのもあるんですけど、ちょっとね俺ねブレーキね、まあいいか悪いか分かんないけど大体こう2本掛けしてるんですよ。その時にね純正だとちょっとこの距離が遠くてブレーキする時にねちょっと一回こうねこうしないといけなかったんですよ。それが嫌で手前にしたいなって思ってウエストウッドさんにね相談したら、このねワイズギアのこれでね調整した方がいいよと。こういうねレバーって汎用のやついろいろあるんですけど、ワイズギアがいいなって思ったのが純正に近くてね、このエッジ分かります？このエッジが丸みがあってすげえね指かけやすい。今ねもうすごいいい反応、これねすげえいいわ。これもちょっとねバイクに乗ってお伝えしますね。これね R25 もしくは R3 ね専用のねカウリングのプロテクター、結構ごついんすよ。これね 16,150円だったかな左右で、結構迫力あるんすよね。すげえなって乗った時、これ乗って見え方ねすごいでしょ。これエイみたいでしょ。空力のこととか考えてそうな気はするけども、まあ多分倒した時のねこのプロテクション効果っていうのを最大限、こうやって見るとねあのステップはね倒れた時にキュッと折れ曲がるんですよ。かなりねタンデムのステップと一緒ぐらいですよね。あの幅はミラーはねこれねクイッてすぐ折れるんであれなんですけど、まあ多分ガッツリ守ってくれそうだと。結構ねドレスアップ効果があって、やっぱねこのね乗車した時に見えるこれがねかっこいいっすよね。はい、これがね今回のね総額10万円カスタムプロジェクトの、まあプロジェクトといっても不可抗力でこうなったんですけど、 R25 純正のクイックシフターでございます。アップのみ対応す。ダウンはねちゃんとクラッチ切らないといけないんですけど、これね時速20キロ以上で加速中ね、要はアクセルを開けた状態で2000回転以上の時にクイックシフターなんで、シフト握んなくてもパッパパッパッパッパシフトが入ると。これねいるのかどうかなんですけど分かんない。あと俺結構ねこの R25 に乗ってもうすでにね高速で長距離走るようになったんですよ。なので高速の加速とかね、あと筑波の幹線道路の加速とか、そこら辺でねやっぱりね0コンマ1秒の加速をね気にするようになってきたので、これつけてね、まあどんなもんかと。でね、YouTube でも R25 にクイックシフター純正のね、ものつけてる人全然いないんで、ここはね、ちょっとね、生贄になって、皆さんにね、ちょっとお伝えしようと思います。メールかな、バーエンドね。ちょっとね、外側を持てるようになって、この位置だったものが、この位置になって、なんかね、扱いやすそう。そしてね、クラッチ、ブレーキ、ソフト、ブレーキレバーの位置も、手前にね、ウエストウッドさんが設定してくださってて、すごくね、ソフト。でね、クイックシフターしてるけど、ちゃんとね、スタートはね、クラッチ握らないといけないですと。あー、振動わかんねえ。わかんねえ振動、全くわかんないね振動。こんなもんのような、今ねちょっとクイックシフトやってみますね。あ、なんかね下手くそなのかな、ちょっとねグイってなるな。あー、ちょっとね硬い。あー、でもねどん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 入るこれ。あー、なるほどね、こんな感じか。これね俺ねつけてね言うのも変なんです。はい、こうねクラッチいきますよ。ちょっとねカクカクってなりますね二足はね。これいる？クイックシフターどうなんだろう、もうちょっと乗ってみるか。まだねちょっとこのカーブを抜けてね、今ね二足に入ってますと。はい、いきますよ。ちょっとねショックがね来るね、硬いね、ちょっと硬いな。どうなんだろうマジで。で今ねブレーキのねタッチはねすごくソフトで、クラッチも、ソフト、前のブレーキもねちょっとね指をかけるだけで結構ね制動するようになりましたね。これはねワイズギアのねブレーキレバーね、あとクラッチレバーつけてよかったなと。3速はねガチってなりますね。4速もガチってなる。4速から5速はクイックシフターね入りやすい。5速6速も全然ね違和感はない。あー、これやっぱりねまだつけたばっかりっていうのも多分あるんでしょうけど、ちょっとね違和感はありますね。でもただしクラッチ握ってねシフト変えるより全然早くねシフト変えれてるような気がします。でもね、いるかいらないかと言ったら別になくてもいいんじゃないのかな、みたいな。いや、いるこれ。でもね、早いかもこれマジで。これね、高速持ってったらね結構いいかもね。このデイトナのね、このバーエンド本当にね、振動は気持ち7割実際3割みたいな感じでね、街中のね、中低速は
振動がちょっと減ったような気がする。でさっきも言ったんですけど、こっちにねグリップが長くなったんで、バーエンドのところにね、この手をかけてクラッチもしくはねブレーキ、すごくねやりやすいなと。そしてねブレーキもねクラッチもねタッチがねすごく柔らかくなりましたと。これはね変えてよかったな。でドレスアップ効果もありますしね。多分見えないんですけどね、シングルシートカウルね、シングルシートカウル今ねリュックしてます。シングルシートカウルのおかげでリュックがねこの上に上がってこない。タンデムシートしてるとねリュック上がってくるんですけど、すごくねいい。さっきねショーウィンドウにね自分の姿が見えたんですけど、激かっこいい。今回ね、まあちょっとね諸事情があって一気にねカスタムしちゃいましたと。でカスタムするのも本当にライダーの個性ですし、各々の判断で楽しくやってもらえればと思います。ここでね重要なのは、いろんなねカスタムされるじゃないですか。そのカスタムはねやっぱりね大人なんで、やっぱり許容しないといけないですよ。あいつのカスタムがどうだこうだって SNS でね参見するんですけど、いやいやお前その服装とその体型でダサいんだけどどうなの。そんなの言う前に自分のファッション性を良くしてから、バイクのカスタムのことを言ってくれと。まあ好きなようにねカスタムしてねご自身のねバイクライフを楽しみましょうということでね、今回俺はね誰に物を言わせて一気にカスタムしたんで感じが悪いんですけど、このねカスタムを施してねついに俺四国生まれ故郷愛媛に帰ります。その回をねぜひねお楽しみくださいということでね、それじゃあみんな来週も見てね。ローリー青野でした。ちょっとねいろいろあって四国に帰れてないんですよ。クイックシフターいらねえんじゃないのかと。ガクンガクンガクンってなります。わかります。してるっていうことが重要なんじゃないのか。パン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 ってやったらね一瞬です一瞬。